はい、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちら見てください。この太顎すごいっすよね。サイズ自体めちゃくちゃ小さいんですよ。これ6センチぐらいじゃないですかね。でもこの顎が半端ないんですよね。すごいのが出てきましたね。極太血統かっちょええこと。でもこちら残念ながらお尻がぐちゃぐちゃになってる。残念ながらお尻が浮か不全ですね。かっちょいっすよね。お風呂終わった？はーい、お風呂終わった？ ティダ君がお風呂終わったよーって言ってる。かっこいいっすよね。おほほ、どこ行くか。これ産地がですね、京都の亀岡って言ってました。なんか血統ついてたんですけど、まあ、その時血統とか産地とか興味なかったんですよね。なんか血統書みたいのついてたんですけど、それも多分取ってないっすね。捨ててますね。のせ YG とかも血統書あったんですけど、ないんですよ。今年からちょっとこの血統書みたいなのにこだわっててですね、今年購入したのせ YG の血統書からはあります。 あとネシアさんでもらった、幼虫購入した時のなんか証明書みたいな写真、かっこいいイケてるやつもあります。この子あれですね。でこれはですね、購入した時に幼虫、あ、成虫、オスメスペアとですね、幼虫の方を、まあ、この子ですね、1頭いただいたんですよ。で、まあ、無事羽化させることができましてですね、で幼虫じゃない、成虫ペアの方もですね、今年産卵セット組んでみて、幼虫がですね、今のところ10頭ぐらい、10頭か15頭ぐらい取れてますね。で、菌糸の食べ方が早いんですよ。のせ YG と比べてですね、かなり早くてですね、来年期待ですね。極太期待です。で、ちょっとクーガ血統、クーガの方もですね、購入させていただいておりますので、ちょっと極太ですね、ちょっと力を入れていきたいなって思います。極太かっこいいっすもんね、これ。こんな自然界にいないっすよね、こんな。ここは、犬とかで言うとブルドッグですかね。違うか。ブルドッグはまあ、ブサ可愛い。可愛いっすもんね、ブルドッグも。戦車みたいで。まん丸してて。まあ、兄貴が飼ってるんですけど、ブルドッグ。めっちゃ可愛いっすね。そんな感じなのかな、昆虫。クワガタ界の。クワガタ界のブルドッグかな。人間が作り上げた。おちょ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 。亀岡さん、血統わかんねえ。血統作っちゃおっかな。極太亀岡さん、極太血統、極道にするか。極道血統、来年すごいのが生まれたらですけどね。この子ブリードできるかな。こんなお尻潰れちゃってるから、まあ、大事に長生きしてもらうためにちょっとちゃんと大事に育てたいと思います。かわいい。でも元気なんですよね。羽化して、羽化がですね、5月の27日ですね。5月の27日に羽化して、まだ元気なので、ちょっと長生きしてくれるんじゃないかなって若干期待してます。これは長生きしてほしい。この子マジでちょっとかっこいい。好きなんですよね、この個体。この個体好きなんだよな。はい、じゃあそろそろ戻したいと思います。ストレスかかるとダメなんでね。はい、ご視聴ありがとうございました。また明日もお会いしましょうね。バイバイ。バイバイして、バイバイ。あ、ちょっと手ぶれ。